おはようございます。本日のランチは、ランチっていうかっこつけちゃって昼飯ね、まかないです。こいつですね、石井のハンバーギーですね。いい感じで温まりました。回ってるね。回れ回れ、石井のハンバーグ。美味しくなるために回れ。はい、生玉ねぎ入ります。ちょっとね、フライパンを寄せていただいて、はい、こんな感じですね。いい感じで目玉焼けましたね。はい、そうしたらね、この逆側に、さっさと上がります。ウスターソーシーですね。はい、さっさと上がります。バジルを少々飯の方に振りかけると。はい、完成です。はい、ただいまテーブルの方にね、石のハンバーグライスですね、運んでまいりました。いただきましょう。いただきます。うん、美味しい。うん、こう君をね、君だけに、君だけに、いただきます。うん、美味しい。もう最高よ。昼はやりすぎたせいか、まあ、そんなやりすぎてないけどね、ちょっとね、風呂入ったら爆睡していました。夜始めたいと思います。去年の残りの刺身ですね、ぶつ切りにしました。そしてリーミンですね、はい、これ食って、本日は締めたいと思っております。そして合わせるお酒はこちらでございます。黒麹無加芋焼酎33度。こちらはですね、不安のしげさんが、置いてってくれました。本当に美味しい芋焼酎でございます。33度といえば、普通の焼酎が25度。かなり度数が高い。さらに、熱々のお湯割りで、いきたいと思います。お前どっから声出してんだよ。へい、いただきます。熱うまかっちゃんです。まずはちょっと伸びないうちに食っちゃうか、リーミン。いただき、マンモスアドベンチャー。アドベンチャーって何ですかね。よしよし。あ、いや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 、膝ぶし、膝ぶし。いただきます。やっぱインスタントリーミンうまいよね。チュンチュンチュチュンチョッチョリーノスケですね。これでもいってみんか。リーブですね、ブリ。今、旬ですよ。ちょっと分厚いな、これ。いただきます。からの、芋ジョウチュ。ああ、美味しい。ということで、今年もよろしくお願いいたします。これ食べて帰るよ。UFO連れてってくれ。へい。じゃあね。はい、おはようございます。お元気でしょうか。いや、雨降ってなかったらね、ちょっと飲み歩こうと思ったんですが、雨降っててね、カラスカーカー鳴いちゃってるんで、今日はね、おとなしく、自分家で食います。まあ自分家の店に来たんですけどね。本日は、ハムわかめ、青のりラーメンでしょ。マグロの山かけ、ハムエッキー、そして最初は、ラギから始めてみたいと思います。いやー、ずっとネタ振り見ちゃってるよ。ブリーチ見返し、やめらんないです。長いね、ブリーチもね、相変わらずね。ブリーチ、ワンピース、ブラッククローバーとかね、いただきます。面白いな。でも銀玉も面白いしね、いただきます。おいしい。あ、今ね、鮭焼いてます。鮭のカツ漬け焼いてます。はい、ということで、良い夜を過ごしてください。ピース。じゃあね。はい、お疲れ様でした。本日も終わりました。いや、まあ、暇だったね。お一人様で終わりました。はい、どうぞ。とんでもないです。いや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 、こんな暇な日が、まあね、水商売なんでね、しょうがないですよ。まずは瓶ビアキリンラギーからですね。お疲れ様でした。行ってきまーす。本日はですね、鍋ね、また鍋かよみたいなごった鍋です。舞茸1袋、もやし半袋、豆腐1丁、5手あら5本ぐらい。それからその他こいつなんだ怪しいな。あ、そうそう、ナス半分一丁切り、あと豚肉も余ったですね。シャラライカと入れてみました。味付けはですね、黄金だしプラス 1% の塩、それからね、まあぶっちゃけ 0.8% の塩と、黄金だしに対してのね、あとはね醤油で適当に味付けしました。あとこいつですね、鈴広さんのなんていうのかな、練り物を盛り合わせ焼きましたと。こんな感じですかね。美味しいです。いただきます。暇でもね飯食ってんだけど一番幸せですよ、本当に。いただきます。まあ25年もやってりゃね、こういう日もね何百回かあります。何百回あったのかみたいな、365回ぐらいあったらやばいねこれね。1年休んだ方がいいじゃんみたいな感じですけどね。いただきます。おいしい。お疲れ様です。本日も終わりました。本日はですね、味のない野菜炒め醤油かけました。それからマグロのブツ、筋子切って、玉ねぎの天ぷら、なめろう、カンパチなめろうですね。それから、黒豚シューマイ98円ってやつですね。ぬか漬け、伊達巻き、それから煮物の残り、こんな感じでいかさせていただきます。いつもありがとうございます。いただきます。乾杯。今日もキリンが跳ねるぜ、ぴょんぴょんぴょん。いただきます。おいしい。おはようございます。本日の昼飯は、昨日残ったベーナーイーストに生玉ねぎですね。入りました。プラス98円の黒豚シューマイチブロですね。これぶち込んでシューマイ卵鍋、こういうのうまいんですよ。チルディシュミですね。チルディシュミってなんだよみたいな、もうシューマイのなんか言葉の原型とどめてねえだろうそれみたいな、ね、感じですけどね。はい、こんな感じですね。これチルド餃子でやっちゃうと粉がついてるんでドゥルンドゥルンになるんでね、シューマイぐらいでやった方がいいと思います。チルド餃子でやる場合は一旦粉を水かなんかで落としてね入れた方がいいかもしれないです。あとあれ片栗粉みたいなもんなんでね、もうドゥルンドゥルンになっちゃうからね、お気をつけください。あとはシューマイが食べるのを待つだけよ。はい、ということで完成ですね。シューマイこれうまいのよ。玉ねぎはどこですか？玉ねぎこれか。よいし、こういうのがね、こういうのがうまいんですよ。やっぱ昨日の鍋汁の残りっていうのはいろんな材料から出汁が出てね、旨味がね、熟成してるかもしれないんでね。はい、こんな感じです。色汚いですけどね、こういうのがうまい。一味七味バッツン入れていただきます。毎週からいくか、ちょっと辛そうだもんな。暑いからね気をつけ暑いから気をつけ、誰に言ってるんですかみたいな、自分に言い聞かせてます。いただきマウスペッティ。おいしい。あくがおいしい。それではまた。今日の昼飯は、豚玉丼だぜ。ということで、まずね、ネギターミンですね。はい、そこからちょっと、赤い半分ぐらいですかね。ネギターミンですね。これ検索してくれば、ネギ OK です。はい、豚ニッキーですね。アクをすくいます。グレー。お疲れ様でした。終わりました。本日はですね、ごった鍋ですね。味付けは黄金だしプラス 1% の塩プラス醤油ちょいと、明太子のタレですね。ぶち込みやや辛かもしれません。内容的にはですね、豚肉、キャベツ、豆腐、油揚げ、水菜、それからワンタンの具ですね。それからアジのなめろう、明太子、ちょっとね揚げすぎちゃったカキフライを卵とじにしてみました。大根パの塩漬けですね。これ何日目だよみたいな感じですけども、去年のやつですね。これは塩カリーですね。ということで、まずは晩しぼでいきたいと思います。お疲れ様です。いつもありがとうございます。いただきます。うわ、冷たくて少し辛くない。美味しいです。お疲れ様です。終わりました。本日は、生はこんだけで終わってしまいました。もうコッピー用意してあります。焼酎用意してあります。もういつのかわかんないぐらいのこの大根の葉っぱの塩漬け、もつね、もう色が全然いいもんね。多分1ヶ月近く経つんじゃない、そろそろ。アジのなめろう、違うな、明太子、アジのなめろうのかけら、それからぬか漬けですね。そしてこれが、とろけるチーズとほうれん草と玉ねぎのオムレツ的な、塩カーリーですね。はい、そしてですね、これがうまい。じゃん、海苔わさびですね。はい、こんな感じでいってみたいと思います。それでは、いただきます。乾杯。今日もキリンが飛ぶぜ。ヒュー。いただきます。パンしぼ最高だから。お疲れ様です。本日も終わりました。本日は、ぬか漬けでしょ、それから大根サラダじゃねえ、ごぼうサラダね、アジのなめろう、それから塩辛、わさびのり、飯、これがですね、豚肉と豆腐と玉ねぎの卵とじ的な、まあ味付けは親子丼みたいな感じです。ということで、お疲れ様でございます。乾杯。冷た。干物焼いてます。厨房で今日のまかないはスタートです。今日はですね、ほうがですね、鶏肉のほうですね、それからアジなめろのかけら、ネギ、わさびのり、ポテサラのかけら、こんな感じでいってみたいと思います。今ね味焼いてるんで、それではいただきましょう。いただきます。お疲れ様でした。終わりました。ちょっともう寒いんでね、ポンショ熱かんです。熱いなこれ。よっしゃー。熱い。高清水の熱燗入りました。ちょっとコールスローいただきもんです。これがね、昆布と練り物の、煮たやついただきもんです。ぬか漬けのかけら、レバーの生姜煮、コールスローですね、いただきものです。卵焼きいただきものです。大根のたくあんというのは、自家製たくあんというのはいただきものです。ハム焼きました。ポテサラのかけら、こちらがきりたんぽ鍋ですね。ということで、寒いよ。いただきます。おいしい。おはようございます。本日はイボンのこいつですね。塩リーミン1個40円ぐらいです。それに、豚ニッキーでね、アレンジングっていうんですか、アレンジングっていうか、ただ豚肉入れるだけみたいなね。いや、タンパク質取らないとね、体に悪いんでね。まずはしゃぶ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 、リーノスケですね。もうなかなか切り落としにしちゃいい肉ですね、これね。しゃぶ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 ってんぐですね。何をしゃぶってんでー。あくですね。あくちゃうな、あくりんこってことね。あくをすくっときましょう。こんなもんいいかな。はい、オッケーオッケー、ベリーオッケー。麺投入です。いや、飯がないんで今日休み明けでね。まあそういう時はね、やっぱり意味に限ります。でもこれ30円ぐらいの袋麺買って作った方が安いんじゃねえのみたいなね感じもしますがね。はい、それではね、麺茹でてまいりましょう。生卵入ります。うまそうじゃない？粉スープ入ります。いいね、入ります。完成ですね。ただいまテビリの方に、テビリーバブルの方に、ネギ塩豚玉ラーメンダメ長えだろみたいなね感じですね。いただきます。熱そうです。おいしい。美味しいね。塩ラーメン美味しいね、なんかね。久々に食ったわ。よし。やっぱ卵入りとまろいね。美味しいね。わかみですよ。美味しい。じゃあね。お疲れ様でした。終わりました。本日はこれですね。カブの葉っぱのおひたし。それから揚げ出し豆腐のかけらと鶏天のかけらかな。鶏焼いちゃいましたの。すげえちっちゃいかけら。ステックブロッコリーですね。玉丼のかけら。これなんだろう。野菜炒めのかけら。ポテサラのかけら。はい、これ高橋さんからいただきました。朝鮮漬けですね。これ4パックいただいたんでね。食べていこうかと思います。いただきます。シブリング。最高やね。あ、これ、カブの葉っぱのおひたしは、カブの葉っぱ茹でて、よく水切って、この出汁なんですが、これが黄金だし、黄金だし3、醤油1、みりん1ぐらいです。一煮立たせして、OK、ベリー OK です。みりん入れると結構甘くなっちゃうんで、黄金だし3、醤油1、そんぐらいでもいいかもしれないですね。で、おかか乗っけてと。スティックブロッコリー茹でただけでしょ。野菜炒めはね、まかない道場があるんで。玉丼まかない道場、ポテサラまかない道場あるんで。揚げ出しまかない道場であるんで。鶏天まかない道場であるんで。鶏塩焼きまかない道場であるんで。それぞれ、作りたい方は検索してください。お疲れ様でした。終わりました。本日は、サバシですね。サバシを、もつに、鶏天1枚、ポテサーリ&梅干しですね。こんな感じでいってみたいと思います。まずは晩絞で、今日もキリンが飛ぶぜ。いただきます。ちょっとつまみ少ないんでね。いざとなったらこいつ用意してあります。札幌ポテトバーベキュー味。バーベキューじゃない、キューだから。なんか、この辺売ってなくて、関東圏というか神奈川県。今日ウエルシア行ったら、おー、売ってんじゃん、札幌ポテトバーベキュー味。札幌ポテトも売ってましたけどね。とりあえず、ちょっと買っちゃうとキリがないんだよね。この柿の種とか、このね、お菓子って、だからとりあえず一袋にしてきました。また、行った時に買ってきたいと思います。いただきます。おいしい。はい、ということで、マグロ丼完成です。いただきます。本マグロです。ただいま、本マグロを発売しております。小田原バーベキューです。いただきます。雨だったんだ、今日ね。出歩かないで、散歩もしないけりゃ飲みにも行かないみたいな感じでね。一日もあれですよ、ネトフリ、パラビ、TVer、アマプラ、もうずっと見っぱなし、朝から。いや、もう目と頭痛いんで、そろそろお休みの締めに入ろうかと思います。もつ煮ですね。マグロ刺し。これは本マグロではありません。明太子、ぬか漬け、締め味、わさび漬け、ポテサラ&コンビーフのかけら、寒いんでね、これ飲み終わったら赤切りのお湯割りでいこうと思っております。それでは皆様、良い夜をお過ごしください。マッシブル乾杯。はい、ということで本日もお疲れ様でした。これから帰ります。明太マグロディーンですね。いやー、何もしなかったな今日はな。そういう日があってもいいんだよね。ちょっとわさびつけすぎだからね。いただきまーす。おーい、うん、おはようございます。本日の昼C名はこれですね。マックのビッグマックホットコーヒー、もう冷めちゃってるんですけどね、昨日デリしていただいて、ちょっと食いきんなかったんでね、残ってしまいました。コーヒーの代わりビール飲んじゃったんで、もう腹パンになっちゃいました。今日はこれで、昼飯行ってみたいと思いまーす。Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, 完成です。できるです。これ食いにくいよこれきっと。お疲れ様でした。終わりました。本日は、もつに、この完熟すだちですね、ラスト3個切ってまいりました。これは不安のですね、よしぽんさんが送ってくれました。後でね、ポン酢に絞って飲もうかな、みたいなね、おちょこ用意してあります。刺身はカンパチの切れっ端とサーモンと、マダイですね。それからお通しで作った、パスティホフマン。味付けは、ツナ、ピーマン、玉ねぎとオリーブオイル、塩、胡椒をバジルな感じです。アジのたたきですね。そんな感じでもつ煮打ったっけ、もつ煮ですね。はい、いただきます。まずは生中からいってみたいと思います。お、干しエビ的な打ったっけ、うなぎボーン。これお友達のね、小泉さん、この前来た時置いてってくれました。いつもすいません、ありがとうございます。いただきます。あー、冷た、冬だね。今日の昼飯はもつ煮エッグ、これですよ。うまそう。ホワイトペッピー&一味唐辛子、じゃーん。これに、こんにゃくか、まずは、ね、いただきます。おいしいな。やっぱもう4日目ぐらいのもつ煮なんで、すごいこんにゃくにも味しみしみです。いただきます。いただきます。最高だね。お疲れ様でした。終わりました。寒いね。本日は、ポテサラのかけら、アジのたたき、それからもつ煮ですね。お通しで作ったやつ余ったんで、今日整理したいと思います。ドゥルンドゥルンに味噌うまいね、これね。もつすごい柔らかくなっちゃってうまいね。はい、それと鶏胸肉の唐揚げですね。はい、まずは晩酌一番絞りでいきたいと思います。その次は、2個を保管してあります。はい、お疲れ様でした。いただきまーす。あー、美味しい。ポテサラの作り方、アジたたきの作り方、もつ煮の作り方、鶏胸肉唐揚げの作り方、すべてまかない道場に収録されておりますので、気になったやつがあったら見てやってください。検索すれば出てきます。まかない道場もつ煮とかね。まかない道場唐揚げとか、ポテサラとか、あずたたきとかね。出てきますんで、よろしくお願いいたします。それでは晩酌スタートです。いただきます。あ、おいしい。唐揚げでも食ってみっか。いやー、なんか胸肉ってさ、美味しいよね、唐揚げでも。ほんとそう思う。いただきます。おわっか。うん、柔らかいよ。うん、うん。最高だよ。お疲れ様でした。終わりました。本日はですね、お通しのもつ煮でしょ、それから、ネギマグなんだっけ、ネギトロ、トロタク、それからマグロのコッパ煮ましたみたいなね。これの煮方はね、まかない道場で、確かマグロ角煮の作り方かなんかで、探せばあると思います。そしてぬか漬けでしょう、かぶ&砂イーストですね、これがね、さっき作っていた、小松菜と油揚げの鶏鍋、これがうまいのよ。鶏はね、一回皮目をね、焼くと非常に香ばしく美味しくなります。はい、それではね、まずは晩酌から始めてみたいと思います。お疲れ様でした。あ、しげさんにね、4杯もらっちゃってるんですよね。どうもいつもありがとうございます。いただきます。あー、これ皮取ってさ、マグロをおろした時に皮についた身をこうやって、もう大トロですよ、大トロ。これもわさび効かないからね。お疲れ様でした。終わりました。本日はですね、スーパーの惣菜で買った、餃子焼き直しました。マグロのブツでしょ、それからアジのなめろを、これがアジたたき、昨日の残りの唐揚げと海苔なぜか海苔みたいな、餃子でしょ。それからこれがマグロ焼いちゃいました。はい、朝鮮漬けですね。はい、これがですね、もやしとじゃがいものスープ、作り方はもやしとじゃがいも入れたやつぶっ込んで、味付けはですね、この黄金だしに対しての 1% のお塩、それからウェイパー少々ですね。あとブラックペッピー少々とな感じでこの味が出ます。はい、あとこいつですね、仙台ラー油、これお友達のたっちゃんがね、この前来た時置いてってくれました。はい、こんな感じでね、こんなかんだでいってみたいと思います。いただきまーす。うわ、おいしい。おはようございます。本日の昼飯は、スーパーのカツ丼です。だいぶ値段上がったよね。それでは、カツ丼の正しい温め方、レンチンバージョンね、やっていきたいと思います。かれこれね、9年か8年ぐらい前にね、動画あるんですがね、新バージョンというね、よろしく哀愁ですね。これさ、よく肉カチカチで飯冷てえじゃんまだみたいにない、そういう時はこれですよ、逆バージョンね。でこれレンチンしていい容器でやってね、ダメな容器だとねやばいんでね、GO です。1分ぐらいでいいのかな。完成です。それではいただきます。出てるでしょお前、これ出過ぎじゃないのこれね。いただきまーす。いい感じだね、これですよ。おいしい。飯の方は多分熱いから気をつけないとね。味が熱かった。はい、ということでこれ食べて仕事入ります。じゃあね。お疲れ様でした。終わりました。本日はですね、これですね、アジの吸い物的な、アジたたきを吸い物自体にしました。ベーコンのかけらでしょ、これがしらす、ごま油、わかめ、ぬか漬け、ハムカツ、ポテサラのかけら、あとマグロのちょっとね筋っぽいとこぶつ切りにしました。そんな感じ。あとね、今マグロの血合いっぽいとこね焼いてますけどね。いただきます。お疲れ様でございます。あ、今日ビールだ。なんだこれ。よいし。味もいってみますか。あとたたきの吸い物みたいなね。うめえなー、最高。おはようございます。本日の昼飯はこいつですね。ごま塩マグロ丼的な、ね、これつけすぎじゃないのこれ。ね、乗っけるだけですよ。うまそうなマグロだねこれね。よいしょと。いい色だな。よし。でさらに、追いごま塩、これはうまいな。ちょっとねコリコリっとした塩とこのねごまのうまさっていうんですか。あとは巻いて負けねえだろこれ。マグロ太すぎた。これいただきます。このごまのプチプチ感ですよ。いただきます。おいしい、最高。